どうも、クニーです。本日は東京都夏季軟式野球大会3回戦の様子をお伝えいたします。今日のお相手はいよぎスポーツクラブさん。クーニンズが高校、いよぎスポーツクラブさんが先行で試合が行われます。この都大会、クーニンズは並々ならぬ決意で臨んでおります。クーニーさん、はい、今日は都大会ということなんですけど、やっぱ都大会というと通常のオープン大会よりレベルは高いものなんですか？めちゃめちゃ高いよ。企業チームが多いし、オープン大会出てないような強いチームがいっぱい出てるのがこの都大会で、最終的にも都大会を勝つと天皇杯につながるっていう感じになってて、まあ、今回は天皇杯につながらない大会なんだけど、まあ、同じチームが出てるから、クイーンズとしてはもう挑戦として、あとルールもちょっと違うのよ。オープン大会だと7イニングなんだけど、基本的に今連盟の試合って9イニングだから、9イニングを2時間15分で戦う。選手起用とかもだいぶオープン大会とは異なってくるということですね。前はDH がなかったから、 DH なしのピッチャー起用っていうので、ピッチャー打順何万にするかすごい迷ってたんやけど、今年から DH もありやし、結構オープン大会に近くはなってきたけども、やっぱそのヒリヒリ感というかね、より締まるのが連盟自然と。まず雰囲気が違うね。声の質も違うし、まとまり感がないと勝てない。個々の力だけでは勝てないのがこの連盟のしびれる大会。さあ、そんな都大会が始まりました。いよぎスポーツクラブさんとの3回戦、今日のクーニンズのオーダーはこちらとなっております。高校のクーニンズ、先発ピッチャーは川上、キャッチャーは緑川、そしてレフトには天皇杯出場4回を誇る沖田が入ります。今日はこの沖田がキーマンとなる。まずは初回、川上のピッチング、カーブを打ちました、レフトフライ。今日も外野フライは見づらいこの球場、沖田なんとか掴みました。この試合ハイクローの新グラブで臨む川上、今度はまっすぐ、サードファールフライ、これで2アウト。川上、序盤は落ち着いた立ち上がり、そして迎えた3番バッター、インコースのまっすぐを痛烈に打たれます。ライト前ヒット、ランナーを許した川上。4番バッターはまっすぐ、ピッチャーゴロで仕留めました。初回は無失点に抑えた川上。対するいよぎスポーツクラブさんの先発ピッチャーは川内投手。大学軟式球界ではナンバーワンと言われた屈指の投手でした川内投手。そんな川内投手に対して1番バッター圭介、センターに打ちました。打球は予想以上に伸び、センターの頭を越えました。ツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁。ここで迎えるは2番バッター沖田。一発で決めました。送りバント成功でワンアウト三塁。クーニンズ、初回から絶好の形ができました。迎えるバッターはピッチャーの川上。ここは変化球、空振り三振を喫します。ツーアウトランナー三塁。チーム三冠王の小野寺、小野寺も都大会誰よりも勝ちたいと思っている選手の一人ですが、ここはまっすぐ差し込まれました。ショートフライでクーニンズ、初回チャンスは作りましたが得点ならず、悔しそうな小野寺。2回の川上の投球、フォークで空振り三振。続くバッターはまっすぐ、ピッチャーゴロ。3人目のバッターはカーブで仕留めました。川上2回は三者凡退。2回裏、クーニンズの攻撃は先頭バッターイカイダ。イカイダはスライダーで空振り三振。イカイダ実に三振は6試合ぶりでした。
そして緑川に対してはサインに首を振る川内投手。最後はフォアボール、緑川がしぶとく出塁しました。ワンアウトランナー一塁。ここで大学時代軟式で体制経験のある大貫、変化球打ちました。痛烈なセンター前ヒットでランナー1、2塁のチャンス。ここで迎えるは日体大出身村瀬。村瀬は逆方向、ヒットかと思われましたがレフトがシフトを引いていた。村瀬シフトで2アウトランナー1、2塁と変わる。ここでバッターは9番ライト唐川、こっちの親戚。まっすぐ打ちました。打球はぐんぐんと上がりすぎました。センターフライ。試合は0対0のまま3回へ。3回の川上のピッチング、揺さぶってくるいよぎスポーツクラブさん。サードゴロ、村瀬チャージしてナイス守備を見せました。ワンアウト。そしてピッチャーの川内投手がバッターボックスへ。まっすぐをセンター返し、イカイダ掴んで2アウト。しかしながらシュワなバッティングでした。2アウトランナーなし。最後は抜いたスライダー、村瀬取って3アウト。川上またもや三者凡退に仕留める。そして4回も川上は安定感ある投球。まっすぐでセカンドゴロ。川上は4回まで1安打投球。ナイスピッチングに応えたい打線。4回はクリーンナップから始まります。先頭バッター小野寺、変化球打たされました。ピッチャーフライ。ここまで140キロのまっすぐとスライダー、このコンビネーションにやられております。クーニンズバッターはイカイダ。ここもまっすぐ、快速球でストライク取られます。早いテンポで2球目。今度はスライダー、曲げてきました。追い込まれたイカイダ。3球目まっすぐカットしていく。そして迎えた4球目、高く浮いたスライダー捉えました。イカイダの先制ホームラン。ここ最近ホームランを量産しているイカイダ。都大会でもイカイダの一発で試合を動かしました。さあ点を取ってもらった川上の5回の投球。先頭バッターカーブでストライク。今度は縦スラ、最後はフォーク。3種類の変化球を操り空振り三振を奪う自称149キロの変化球投手川上。ここはまっすぐ捉えられた。ツーアウトから右中間にツーベースヒットを浴びる川上、この試合初めての長打。しかしその後はピッチャーゴロ、得点を許しませんでした川上。その後試合は膠着し0対1のまま8回裏、先頭バッター村瀬。セーフティーバント、いいところに転がった。村瀬が出塁しました。ノーアウトランナー一塁。さらに9番唐川にはバントのサイン。唐川高校生以来のバント、面白いところに転がる。ピッチャー弾く間に唐川もセーフでノーアウトランナー一二塁。終盤に来て大チャンスとなりましたクーニンズ。ここで1番の圭介、
追い込まれた圭佑は進塁打、当てて転がしワンアウトランナー二三塁のチャンスを作る。さあ形ができた。ここで天皇杯4度出場の沖田、沖田には3球目ワンストライクワンボールからエンドランのサインを出します。沖田しっかりと決めました。外され気味の中なんとかバットに当て2点目ゲット。そして9回表1人ランナーを許した川上ですが2アウト。最後はフォークボールでファーストゴロ、小野寺踏んで3アウト。これでクーニンズ都大会3回戦は2対0で勝利。続く準々決勝は春の大会優勝した東京都最強スリーボンドさんとの対決です。お楽しみに。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。